はい、優秀選手賞おめでとうございます。ありがとうございます。試合を終えて今の率直な気持ちはいかがでしょうか。まずね、やっぱりあのチームのですね、勝利に貢献できたのは本当に何よりで、まあ、最後、まあ、いい形で終われたかなというふうには思ってます。はい、胴上げ投手だね。まさかですね、あの今シーズンねホークスに来て最後の試合を、まあいいことかもしれないですけども、まあ、こういう場所で過ごすとは、まあ、あまりイメージはしてなかったんですけれども、まあ、あのまあ今日の試合をとにかく、まあ、1試合前いつもですけど1試合をとにかくねチームを勝利に導くことが僕の仕事なんで、それだけを考えて今日もマウンドに上がりました。あの場面はね、やはり中継ぎに尽きる場面だと思います。1イニング目はもう結果往来で、まあ、その反省を生かしてというか2イニング目に上がれたんで、まあ、その辺はねすごく良かったですけど、まあ、できればねピンチからは行きたくないですけど、はい、でもやはり、はい、はい、そうですね、本当に1年間応援ありがとうございました。1軍はですね、残念ながら昨日、クライマックスシリーズ進出できずに、まあ、シーズンを終了してしまいましたけれども、ファームはなんとか皆さんのご声援のおかげで日本一になることができました。これを、ね、来シーズンへの糧として来シーズンは絶対に日本一奪回に向けて頑張っていきたいと思います。応援今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。